シーズンは32試合連続無失点、大いなる成長を遂げたビエイラ。さあサンズの当たりはセンターへ下がって下がってフェンスにそのまま当たった。さあ上田海は三塁を回った回った帰ってきた同点。タイガースが同点に追いつきました。なおもノーアウト二塁、サンズの一打、ビエイラ打たれました。これが伝統の一戦です。タイガースの意地、16年ぶりのリーグ優勝へ。